新平家物語第196回。講談社吉川英治歴史時代文庫より、朗読は上春彦です。火の国の巻。初語読み、辞書元年。三島菅笠は古くからこの地方の産物であった。 笠縫いと呼ばれて、馬やじの道端などでよくからかわれたりしている農家の乙女たちが見られる。彼女たちが雨の日や冬の夜に作りためた杉笠を持ち出しては、街道の証拠や旅人の間を売りさぐところから、伊豆女、伊豆石などとともに名が高い。その伊豆の国三島の宿駅には、もう一つ世に聞こえているものがある。 年の初めに配られる三島暦だ。その頃、当八カ国で使われる暦は、武蔵大宮とここの三島神社と二所の歴の宮で編纂され、国々の府官から部門や庶民の手へ分かたれていた。今年も、安元三年の初暦が出た。 いずれ、半木の技術も、歴史産の方も、総大陸からの移入に違いなく、素朴なすり物ではあったろう。しかし、三島明神から国史の町へ毎年の例によって納入される数は少ないものではない。国庁の小読みどころの隅には、なおうずくその残部が積まれてあった。あるではないか、こんなに。 伊豆の冠者有綱はそれを指さして一人の蝶の姿勢を罵っていた。なぜ隠すか俺が求めればないないとばかり申して。いえいえ、それはまだ行き渡っておらぬ宮家とか佐藤佐などへ分けるものなので。だから俺が年賀巡りの道々、北条殿や鹿野之助殿へも届けてやると申すのに。それが、それがなんだなぜ拒むいかに仰せられましても。 良いから出せ束束でも二束でももそのなおおぼしめしのほどよく伺ってみませぬことには誰のおぼしめしを「母父の中綱殿が俺には渡すな」とでも言ったのか弱りましたなどうもよしよし私にくければ盗まれたと言え有綱が強奪してまいりましたと申し上げておけばよい理由を知ると彼は笑った。 縄からげの束を2つ両手に下げて国庁の横から出て行った伊豆の神中綱の指定はこの漢賀の門から歩いてもいくらもないところにあった唐の森を隔てて三島明神の社殿も近いすべてこの辺り一帯は国分寺時代からの古い国府の地であったおいこれを蔵につけておけ俺も身支度してくる 馬屋中元に二を預け、有綱は奥へ入った。正月もまだ末のうちである。どこを大人うにせよ、烏帽子やひたたれは見苦しくなくというつもりであろう。しゃれめかして、やがて注文の小松なぎへ戻ってきた。すると、外出していた父の中綱がいつの間にか帰ってきている。小物を捕まえて何やら問いだだしている風なのだ。これはまずいと有綱は舌打ちした。 二の足踏んで木念と頭を下げた。ありつな、出かけるのか、どこぞえ。は、正月でもありますゆえ、行くはよいが、どこへ北条殿や加納之助殿、その他久しく無沙汰しておる友をも、稀には問わねば悪かろうかと。ああ、馬乗のせの暦は。は、暦配りに行くなら、寄せ。 いや、年齢の年玉にもと思いまして。去年もだ。暦配りを名として、処方の里で若者ばらの集いを催し、だいぶ都へ聞こえのよくない論議をしたというではないか。はて、そんなことがいつとぼけてはいかぬよ、ありつな。まあ、奥くえい。正月だ、父と飲もう。父とは、嫌か。 父の尺で息子が飲む。息子の尺で父が飲む。時によっては市場な人生味を醸し合うかもしれない。だが多くの場合、酒の意味をなさないことになるであろう。父はともかく、息子は父を魚にはできないからだ。酒好きをあけぬか。どうだ、もう二三根。十分です。はい。 蝶の姿勢などは、アリツなどのは偉く大衆だと評しておるが、いや、父上ほどには、わしほどにはか。おととし、ただらの薪などでは大水したな。稀なほど泥水した。その代わり、酔いの勢いで名馬をねだりとった。あの木の下は、以後、都では有名な馬になっておる。 大使も酔い方次第ではそういう得にもなるものだ。さもしいご商売。そんな酒なら飲みたくもありません。何がさもしい名馬を家につなぐのは武家のたしなみ。売ればよいねで売れもしますし、親心を知らぬやつ、部門といえ財がなくては。中綱はこの顔色にありありと親に対する霊別と悲しみがにじみ出たのを見て。 さすが後の言葉をそらしてしまった。そうだ。そちにとっては、あのただらの跡がよくなかったぞ。千葉殿の子息、種春や深須良之助などとともに、香取の武者へ参ったこともたちまち世情に聞こえておる。香取へは参りましたが、苦労御曹司などは道連れではなかったというのか存じません。もとより何も。まあよい。 あれはあの時のことで済んでおる。しかしそれは巷の風雪のみと、六原殿のお疑いを解くまでには、この父もそちのじ気味も、どれほど痩せる思いをなされたことか。父上たちはそうまで六原殿を意味しなければならないのでしょうか。なるまいとも、小国清盛殿こそ我が家の恩人。でも政権では、都のじ気味を犬よんい、小敷んいと下げすんでおりますのに。 世間中綱はきっとなった。ソチの言う世間とは、世にすねて日陰者根性となっておる源氏のわずかな徒党を指しているのであろう。そんな仲間の闇交わりをソチはまだやめておらぬな。やめております。ご折感を受けてからは。いやいや、また暦など持ち出して、今年の春も若者集いをするつもりで無断出かけようとしたではないか。 大勢が酔って親しく一年の暦について知恵を交わし合うのは悪いこととは思えませんが、そんなことは俯瞰や合子に任せておけ。そちらのありつな。父の目から五気と一つの圧迫を感じると、この目も本能的な反発を持った。な、何ですか父上バカ鹿者バカとおっしゃいましたが、言った誰が何時らの青臭い企み事など気づかずにおるか 伊藤の伊藤助近殿、北条の北条時政殿、山木には六原殿の木代、山木の方願金高殿がおられるぞ。伊豆の里里部門らしい部門で平家人ならぬ家があるならあげてみその網の目の中で雑魚ほどな輩が何をやろうというのか。侍として、いや、人間としても涼やかに生きたいのです。 そちの祖父よりまさ殿には、分けても小国清盛殿の熱いご信任を受け、伊豆には文国を賜り、この中綱もまた、長官二年以来、伊豆の神として、親子国長をもお預かりしておるみ、そのご恩を忘れて何の不足ぞ。そのお心が、何子には不足です。恥に耐えられません。犬四位の孫ぞと人に支えかれるのは、 言わしておけば中綱は腕を伸ばしてこの方へつかみかかった。引き据えてと男親の本能に燃やされたのである。だが、ひたたれの袖で高月や兵士が倒れたにすぎなかった。父よりもはるかに敏昇な息子は身を退くや否、気かしを飛んで中の壺に立ち、わざとふととしさを顔に作って父の姿を振り返っていた。はっはっは、は裸足になった。 足の裏がこの味を知ってはもう金属などに耐えられるものか父上ご感動を賜りませ感動の方がよほどマシだ己この口から長綱はローマで出てきて館中へ届くような声で怒鳴ったそこなしれ者を絡めとれ主人の子息と思うの六原殿の御ためにならぬやつ引っ取らえて都へ差し出してくれよ逃すな <music>